個性的なキャラクターで長年お茶の間に親しまれている黒柳徹子さん。その年収もすごい金額になっています。その金額は一体いくらくらいなのでしょうか。経歴とともに見ていきましょう。黒柳徹子さんのプロフィール。本名、黒柳徹子。生年月日、1933年8月9日。出身地、東京都港区乃木坂。身長163センチ。血液型 A 型。学歴、東洋音楽大学声楽科。所属事務所、吉田直美事務所。経歴、黒柳徹子さんの祖父は医者で、父親はバイオリニストとして NHK 交響楽団のコンサートマスターを務めていました。母親は声楽家でエッセイストの黒柳蝶さんです。黒柳さんは子供の頃から読書が大好きで、行きつけの本屋で気に入った本をツケで買っていたそうです。裕福な家庭でお嬢様として何不自由なく育った黒柳さんですが、小学校では問題児とされ、尋常小学校を1年生の時に退学させられ、その後、巴学園に転校。初めて巴学園に行った時、校長先生から、何でも好きに話してごらんと言われ、黒柳さんは自分の好きなことなどを夢中で4時間にわたって話し続けたそうです。校長先生はその間ずっと黒柳さんの言葉に耳を傾け、話し終わると、これから君はこの学校の生徒だよと受け入れてくれたのです。後にベストセラーとなった著書、窓際のトットちゃんは、この校長先生に捧げられたものだと言います。自身が尋常小学校を1年生で退学になったことは、20歳になるまで知らされませんでした。黒柳さんは、もし小学1年生の時にそれを聞いていたら、電車を見ても楽しいと思わない子になっていただろうし、他に退学になった人はいないのかなと探してしまう子になっていたことでしょう。自由に自分の人格を認めて育ててくれた母親に感謝していると振り返っていました。その後、中学校を経て音楽学校に入った黒柳さんはオペラ歌手を目指しますが、歌詞が覚えられず自分には合っていないと限界を感じていました。そんな中、人形劇を感激して大きな感銘を受け、いつか結婚して子供が生まれた時は上手に絵本を読めるお母さんになりたいと思い、そのためにはどうしたらいいか母親に聞くと、新聞に載ってるんじゃないと言われたそうです。新聞を広げてみたところ、 NHK テレビ俳優募集の広告が目に留まり、オーディションに参加することにしました。そして1953年、6000人の中から見事採用され、NHK の専属女優第1号になります。翌年、ラジオドラマ、ヤンボー、ニンボー、トンボーで一躍有名になった黒柳さんは、1958年には25歳の若さで紅白歌合戦の司会に選ばれました。現在も続いている徹子の部屋は、1976年から放送が始まり、40年以上の長寿番組になっています。1978年には、久米宏さんと共に、ザ・ベスト10の司会に抜擢され、その後、1989年まで11年間放送は続きました。年収が、黒柳さんは1981年、自身の子供時代の実体験をベースにして執筆した窓際のトットちゃんを出版。累計で800万部を超える大ヒットを記録し、世界35カ国で翻訳されました。その印税もあって、1981年から1985年にわたり、長者番付で芸能人、俳優部門トップに輝いています。窓際のトットちゃんが大ヒットした
1981年の納税額は1億9910万円で、当時の黒柳さんの年収は2億5000万円前後だったそうです。徹子の部屋の1回の出演料が150万円から200万円と言われており、その他のバラエティ番組の出演料や著書、CM などを合計すると、現在の年収も2億から3億円はあると推定されています。外国人男性との恋。黒柳さんは若い頃何度かお見合いをしましたが、相手の歩き方が気に入らず破談してしまったことがあったそうです。その際、嫁入りの娘のためにコートを作ってくれた母親からは結婚詐欺と言われていました。そんな黒柳さんですが、これまでに結婚を考えた相手が2、3人いたと告白しています。一度目は20代前半の頃で、相手の男性から結婚してもいいけど、結婚ってそんなに面白いものじゃないよと言われ、仕事の道を選んだそうです。二度目の出会いは38歳で、黒柳さんがニューヨークの演劇学校に留学していた時でした。そこで4歳年上の外国人男性と知り合い、男性から一緒にパリに来てくれないかと言われたそうですが、仕事を辞める決断ができず、遠距離恋愛が始まります。帰国後はファックスで連絡を取り合い、その後も約40年にわたり関係は続きました。黒柳さんは年に1回は男性に会いに行っていたそうですが、男性が他界してしまい、関係が終わったそうです。それ以降はちゃんとした恋愛はしていないと明かし、私みたいな人を変な人とは思わないで見てくれていた。良い恋愛をすれば別れても、その人が亡くなっても、いつまでも生きていくことができると語っています。近藤真彦さんとの関係は、黒柳さんと近藤真彦さんは、音楽番組ザ・ベスト10で共演したことをきっかけに、プライベートでも仲いい関係を築いています。そんな近藤さんは、1994年に一般人の女性と結婚しました。当時、二人の結婚を近藤さんの妻の両親は反対していましたが、無事に結婚できたのは黒柳さんのおかげだったそうです。相手側の両親から反対されていることを相談された黒柳さんは、妻の両親に宛てて説得の手紙を書いたといいます。その手紙が後押しとなって、近藤さんと妻は入籍し、現在も家族ぐるみで仲が良く、一緒に海外旅行へ出かけることもあるそうです。ユニセフ国際親善大使。黒柳さんは1984年、ユニセフの国際親善大使に就任しました。就任したきっかけは、国連に勤めていた緒方貞子さんが黒柳さんの著書「窓際のトットちゃん」をユニセフ事務局長に紹介したことでした。同作を読んだ事務局長は、黒柳さんの子供に対する愛情の深さや環境や障害者への問題意識の強さに感銘を受け、就任を要請したそうです。就任後、黒柳さんはアジアやアフリカなどの発展途上国を30カ国以上回るなど精力的に活動しています。ちなみにユニセフ国際親善大使としての年間報酬は1ドルと明かしており、ほぼ慈善活動として行っているようです。また、黒柳さんが開設した口座への振り込みでもユニセフへ寄付できるようになっており、これまでに振り込まれた累計寄付金額は2020年の時点で61億円と報告されています。黒柳さん自身も窓際のトットちゃんの印税を寄付するだけでなく、衣装をオークションに出すなどし、その活動を支えているようです。70年近く芸能界の第一線で活躍し続ける黒柳徹子さん。幼い頃の環境のおかげで、現在の自由な黒柳さんの性格が出来上がったのかもしれませんね。これからも末永く、
テレビに姿を見せてほしいです。あなたはどう思いましたでしょうか？愛され続ける理由が分かったという方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。